始まりました駅紹介シリーズ。ついにスタートか。記念すべき第1回は JR 東日本への駅となっております。では毎回あなたたちにはこれをやってもらいます。開業年、乗り入れ路線、有名なもの、この3つを言ってもらいます。開業は1883年。乗り入れ路線は、山手線、京浜東北線、高崎線、宇都宮線、常磐線、上野東京ライン、新幹線、銀座線、日比谷線、京成線です。ここで5、6番線ホームに行きます。有名なものは、美術館と上野動物園ですね。ここが5番線ホームなのね。もうすぐ列車が来るはずなんだけどな。って後ろから来たー。謎の驚きでくさ。駅そばもあるよ。貧血だから食べないよ。さないケチ。ちょうど上野東京ラインが出発だな。これ乗るんじゃないの？7番線ホーム、上野東京ラインが発着します。8番線は上野東京ラインと10番線特急が発着するんだよな。確かっこいい。わかる。てか得なんうん、いいな。ちなみに9番線は上野東京ライン、10番線が10、11、12番線は常磐線始発がそれぞれ発着。指定ホームにはこのようなものがあるぜ。今日は以上です。先が思いやられる。